目薬の木とは、ムクロジカカエデ属の落葉鉱木である。長蛇の木や、チサトガンの木、蜜花、蜜ハ花とも呼ばれる。日本国内の実に自生する。主に、標高700メートル付近に多く見られる。大きいものでは、樹高10メートルに達する。私有一種。葉は、長さ5から13センチメートル程度で、3枚の小葉から、なる服用。和名は、 戦国時代頃から樹皮を煎じた汁を目薬として使用すると眼病などに効用があるとする民間療法があったことに由来する。富士グリーン社が目薬の木の商品化で有名。創業者の柏倉実が東京大学の技官山中トラブンに勧められたことが開発のきっかけという。秩父の札書13番次元寺はこの目薬の木を使った。 秩父岩茶を販売している。樹皮には、ロドデンドロールやエピロドデンドリン、トリーテルペン、タンニン、ケルセチン、カテキンなど多くの有効成分が含まれており、岩病の予防、視神経活性化、肝機能の改善などの効果があることが、星薬科大学の研究により実証された。近年の実験で肝障害防護効果、アルドース肝原酵素活性の阻害作用。 メラニン酸性抑制効果、抗炎症作用など多くの効用が証明されているが、未だ十分な検証が行われているとは言えず、紅葉のメカニズムは解明されていない部分も多い。薬用として使用する場合は、春から夏にかけて採取した樹皮、または小枝を日干しし、追加治療15から 20g を、水 300ml で1、3まで煎じて服用する。 これには独特の匂いがあり、慣れていない場合は飲みづらいとされる。目薬として用いる場合、3から5グラムを煎じた汁で洗う。中村博史、熊沢範子、太大田節子、藤田隆岩崎大輔、篠田正人、ラットアルファーナフサリシチオシアネート肝障害に、対する目薬のキカルスの防護効果、クスシ学ぶ雑誌112,115から123。 1992万225、八並和都市、福田英一、山口安造ほか、未病対応食品としての利用が可能な目薬の機能、アルドース還元酵素素外活性並びに、糖尿病網膜症の改善効果日本未病システム、学会雑誌10、129から131、2004、一瞬。1347から5541秋。 久保史博、赤沢博之、友野則博、目薬の木樹皮及び、山桃樹皮由来感情をジアリールヘプタノイドのメラニン酸性抑制効果。フレグランスジャーナル36、48から52、2008、9、佐々木陽平、細川智一、長雲誠二、長井正弘、目薬の木は目の薬として有効か？ハットエビーザワ和夫、薬草カラーズ刊。 第2巻、1993年、主婦の友社、P196、ISBN4 から07から935311から1。ありがとうございます。